やられたらやり返す。人生倍返しだ。鍋沢直樹、ウェルダンはずみです。皆さん知ってるでしょうか？ YouTube 実は今後、YouTube ショーツというものを始めます。私、YouTube マスター D という、YouTube をマスターしてる人の動画を結構見させてもらうんですけども、彼が言ってました。My name is YouTube Master D. I am your father. It is your destiny. みたいなことを言ってたんですけども。D! D! 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 YouTube Master D でーす！言ってたんですけども。YouTube 実は YouTube Shorts をやるんです。これは YouTube もいよいよ短い動画投稿サービスを始めるんです。TikTok と同じ15秒サービス。いや、これは始めるんじゃなくてもう始まってるんです。これが YouTube ショーツ。短い動画投稿。もしくは、下着の販売。どちらかだと思いますけどね。結局 YouTube も短い動画投稿を始めるんです。これが、お前らの、やり方かと私は思ったんですけれども、YouTuber として適用しなくてはいけないので、YouTube ショーツ。実はこれもう、インドでテスト配信終わってるんです。テスト試験運用。これが全国に広まって、日本でも実装されるのは間近なんです。いよいよ TikTok に対抗して、YouTube は YouTube ショーツ。短いね、ショーツっていう動画を始めます。今もうすでに、実は、YouTube を携帯で投稿するときに、ハッシュタグつけて、ショーツ。英語のね、SHORTS って入れると、縦長の短い動画にして投稿できるんです。実際やってみましょうか。YouTube ライブラリーって言って、TikTok みたいな、TikTok も音楽いっぱいつけられるんですけども、YouTube ももうすでにライブラリーがいっぱいあるので、YouTube の場合、クリエイターもどんどん参戦もすでにしているから、結構充実した動画ができるはずなんです。だから、メンタリスト DAIGO さんが YouTube 卒業しますとか言ってましたけれども、今後実は皆様の時間を取らせないように、もしくは時間を無駄にしないように短い動画、ニーズに合ったように Google がどんどん変化していくっていうことなんですね。これ結構すごいな。頑張れニコニコ動画。私はニコニコ動画の、なんすか、弾幕コメントがバーってくるやつ面白いから好きなんですけども、日本産だしね、ニコニコ動画。基本 YouTube っていうのは、横長の動画を投稿するのがご存知だと思うんですけど、この時にね、YouTube アプリから動画をアップロードってあるじゃないですか。これを、録画にしてやりますね。これ試しにやりますね。録画します。やられたらやり返す。倍返しだ。ここでやるじゃないですか。で、これを、例えばですよ。この、説明欄のところに、ハッシュタグ、ショーツをつけますね。ハッシュタグ、ショーツをつけます。ね。つけて、まあ、一応非公開でアップしましょうか。アップします。はい。アップされたのを見ると、やられたらやり返す。倍返しだ。ね、縦長の動画。TikTok みたいな。こんな感じでね、いよいよ TikTok との、短い動画サービス、短い動画でも何か利益になる、もしくはチャンネル登録に促せるという方向に進んでいくんだと思います。ということで、YouTube もいよいよ短い動画投稿サービスを始めるという YouTube ショーツ。こちらぜひ注目です。気に備えて人生倍返しをする所存なので、全身全霊で臨む覚悟です。お覚悟を。為沢直樹でした。この動画をいいねと思ったら、いいねチャンネル登録お願いします。あなたのような火にかける YouTuber がいるから、YouTuber 全体に迷惑がかかっているんですよね。その点、反省しているんでしょうね。チーム半沢、半沢直樹担当のベルダン・ハズミです。お言葉ですが、大変。YouTuber はチャンネル登録をしてもらってこその YouTuber です。チャンネル登録をお願いするのは YouTuber として当然のことだと思いますが、いかがでしょう。あなた方は我々、タスクホースの指示に従っていればいいんですよ。わかりますよ。
ね。